ノッコンテラさん、始まるぜ。レグビー戦いこー、へい、花園開幕、うれ決めたった。ちょっとあの密着してたね、学校いっぱい試合ある。高校のね、最後の大会、思いの大会、選手の大会をですね、もう大密着したと思いますね、今日は。大丈夫ですか？ あなた眉毛は、眉毛、眉毛描いてください。やる気ないんですか、バカ野郎。行こう、行くで。塩谷文田選手がいらっしゃってますが、塩谷文田選手、次、あ、次勝って、YouTube 撮るのやめてもらって。すいません。すいません、やめてください。全然ある。すいません、すいません。はい。だからあの伊藤大臣のやつは、いつもあだ、いつもあなんだよ。そうなるよ、そうなる。ちょっとあの岩見追加いかない。我らが母校岩見追加試合します。応援団の方行こう。応援団どっち？ここに来たいろいろ思い出しますよ。ああ、それはな、やっぱな。おめでとうって言ってあげないですよね。勝ったり負けたりとかもあるんですけど、うん、もうやっぱりあの負けた方も今日で終わりですけど、これからがスタートなんで、花園っていうのは。そうやね、違う、森山だね。どうなってるか見に行きましょう。人気者やろ。あー、翔さん、翔さん、翔さん、ちょっとちょっと一瞬来てから一瞬。俺翔太郎、花園とは俺の家。俺のそこやん、家。いやいや、そこ知ってるけど、知ってるけど。まあ花園とは寺田といっぱい練習した場所。俺が怒られたとこに。そうやな、俺が怒られた。ここで試合したもんな。お疲れ様、お疲れ様、みんなお疲れ様。じゃあ翔太、俺らも入れてください。お前えらい人気やな。いや、そんなことないぞ。一番入りたいっす。入れてください、それください。それください、それ貸してください、ピンクのやつ。ラグビー協会おかしいんちゃうか、大西翔太郎にこんな渡して。俺ら渡さへんの。これ書いてる人あかんや。いつギャラ払う。みんな頑張って、写真撮ってもらっていいですか。撮ろうか。頑張れよ。ナイスゲーム、ナイスゲーム、ナイスゲーム。頑張れよ、応援してんの。まずは倉敷高校応援来ましたけど。あの子ちゃん、おあの子や、キャプテン。キャプテン、あ、てかお前倉敷高校行ってない。行ってない。行った風な顔してみんなよ。そうやろ、そう考えたら俺じゃない。みんなお疲れ。お疲れ。おめでとう。青森山田高校。おめでとう、みんな。次も頑張って。頑張ってね。頑張って。リーチはあの今向こう。あ、メイクは。今日してないです。今日してない。お疲れ、みんな。お疲れ。お疲れ。あ、お前ちょっと待って。お前今日は自分の靴やろうな。自分の。自分の。頑張って。ナイス。お疲れ。あの。僕らが1年の時に3年生で何倍、この体で何倍外国人バコバコ飛ばしましたね。それ花園とはもらいますね。花園とは、人生の、大事な1ページです。成長できる場所だと思います。めっちゃいいこと言いますね。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様です。負けちゃった。はい、次頑張って。はい、応援してるから。先輩。いや違います、近鉄です。え、はい、今年からうわ、また会うやんじゃん。はい、日大学院。またよろしくお願いします。はい。日大、そうですね、今年までキャプテンでした。あ、そうなんや。はい、どこ行こう。あ、僕はトップイーストのチーム。あ、トップイースト、はい、頑張って。ありがとうございます。髪型かっこいい。これリッチ、これすごい、これすごい、全員リッチやん。え、すごい、大阪行く人囲むな、でかくなバイバイ、みんな。お疲れ。まだ花園だよ、みんな。眉毛を一緒にしたらいいよ。やだ。なんで？気持ち悪い。気持ち悪い。久しぶり。みんな覚えてますか？あの筋トレで僕らがあの取りに行った時にこうやって踊ってくれた子ね。はいはいはい、そうそう、はい、もう卒業やねんな。はい、あ、もう一度おいでおいで。治水館の女子ラグビー部、もうちょっと濃いって言ってくれてるんで。あ、マジで。はい、ぜひ女子寮行きたいと思います。またかい。で、寮行きたいだけやん。寮行きたいだけ。全然入れてくれへん。いやいや、まあ、外はめっちゃ優しかったのに、中入った瞬間全然喋ってくれへん。それはそうなるよ。なんでかわからんけど、ちょっと闇水が絡みたかったけど、みんな帰ったからこの二人だけいたから、ちょっと絡ましてもらいました。はい、お疲れ。
お疲れ様。勝った？勝ちました。お、ナイス。次はもう行くわ。次は国都市です。あ、オッケー。見に行くわ。うん、頑張ってみんな。頑張ってね。試合前に俺顔出すのなんかすごいちょっとなんか申し訳ない気がする。試合前で抜いて終わる。いやもう。あの試合前の人とかにすごい近いな。あのお疲れ様です。あ、どうもありがとうございます。お久しぶりです。どうも。あの今ちょっと花園とはみたいなのをちょっともらってまして、はい、まだ終わってないんですけど、はい、ちょっといただいていいですか、はい、監督。花園とは厳しい戦いの場ですよね。何が多いありがとうございます、はい、次も応援しますんで、はい、本当に最高の場所にね、はい、です。ありがとうございます。お元気そうで頑張って。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとうございます。あれなんすか、あれ、あれ、なんちゃってタレント。なんちゃってタレント、はい、多分ほぼ自分の知名度確認しに来てる。はい、なんかもう勘違いします。もう勘違いしてないです。現実見た方がいい。腹立ちますよね、あれね。でも腹立つというかもう何の感情もないです。直樹さん元気でお疲れ様でした。元気。ありがとうございます。ギリギリまで会ったりしてるけど全く俺にそんなこと言ってくれへんから。いやいやいや、ちょっと壁しか感じへんかったよね。いや、ちょっとタイミングはね、1日前まで会ってたのにそんなこと言ってくれへんから何やこいつと思って。今ちょっといろんな子に花園とはみたいな聞いてて、高校3年がこう優勝してるわけやから、花園とは、花園とは勝つ場所。稽古っぽいね。年ちっちゃ。これ未来のラガマンですわ。見て見て、俺のおっぱい探してる。いやいや、俺のおっぱいは嫌やろ。茶もないか、茶もないな、茶もない。でもおい、あ、ごめん、茶もいいな。みんなラグビー最高。顔でかラグビー最高。顔でかいわ。可愛い。いや、ごめん、今高校ラグビーどうでもいいわ。いや、やめてやめて。城東高校で残り30分でちょっと負けちゃった。30秒残り30秒で負けちゃった。城東高校のキャプテン、副キャプテン、ちょっと残念でしたけど、どうやった？悔しいです。めっちゃ悔しい。まあ、花園って、まあ、勝ち負けあるけど、勝っても負けても今からスタートやからね。来年は絶対後半やってくれます。応援よろしくお願いします。お前ら負けたかもしらんけど最後言うたるべ。花園最高だったぜ。ありがとな。何バレコバイ OB おる。お前いるとおや。今日初めて初めて。でかい。負けたチームも勝ったチームも気丈に振る舞ってくれて。いやいや、ほんまにそうよ。俺らに協力してくれて、うん、あの笑顔作ってくれたりして、うん、あの高校生やけどやっぱラガーマンはやっぱりこうあれですよ、大人びてますよやっぱり。まあまあまあ、そうそうそう、うん、ほんまにやっぱいろんなね試練耐えてきてる子らなんで、去年とか準決勝とかいろいろ俺ら取ったけど、そうやね、今回は1回戦から、はい、取らせてもらいました。このまま、はい、僕たちは花園密着して、僕がジャンプしたら決勝飛びますんで。マジで、はい、決勝見れるんですか。決勝まで行きます、はい、大密着しますんで。おお、よろしいですか。はい、楽しみにしてます。じゃあ、はい、ここの場所に、はい、この位置、この位置、この位置で、この位置決勝まで、はい、決勝は飛びますんで。はい、いいですか。はい、いっせーので、はいで決勝まで来たから。いや、あの、どこまで行ってた。バーン飛んでブレイキングダウンのお店バーンバズってバーン戻ってきてるから。ちょっとあのバズり方には問題があったかもしれないけど。5倍6倍になって僕戻ってきました。いや、もうそうやね。ありがとうございます。ここにたどり着きたかった。いやいや、もうそうよ。やっぱり今ではいっぱい高校生のあの言いたけど、今日はもう2校しかいてません。そうやね。報徳学園と東福岡。あなたはどっちですか。俺ちょっと東かなっていう。あ、お前は結局な。そうや、練習試合とかでもそうや、高校の時から。何でっかいビッグネーム佐賀校とかでやる前に負ける前提で試合してるタイプやな。違う俺は違うぞ。俺は食うタイプやな。お、俺ビッグネーム食うタイプの人間や、ね、俺は報徳やね。あ、ちょっと皆さん、はい、視聴者の方見てくださいね。はい、眉毛、はい、見てください。眉毛どう思いますか。言ってるよな、ピアスつけるなっつって。なんでそんなちょっとかっこよくモテようと。知名度ついたらこれですよ皆さん。しかもこれ今日流しますんで。え、これ今日の今日、これ今日の今日流します。すごいことする。行きましょう。はいはい、行きますよ。花園まで、はい、行くで、目まで飛ぶ。せーの、いける。ダーッシュ、オッケー、スーパー、いけ、オッケー、おーしよー。ありがとうございます。
敵やのにみんなこうやって迎えてるから東福岡。彼らはすごいよ、はい、このバラだって見てせやな東福岡のコラが宝徳のコラ囲んでこうやってやるわけやから、うん、最高やなお前ら。最高やほんまに誰この拍手も何か分からへんやどうやった。まあ、もう乾杯っす。後輩が頑張ってくれてます。また頑張って。はい、ありがとうございました。報道の監督でございます。今日お疲れ様でした。涙出そうか、涙出そうか大丈夫です。涙出そうか。やっぱ名監督なんで。いや名監督違うよ。一言だけいただきたくて。はい、花園とは。花園とはね、子供を隣にするとこですよね。深いですね。本当に深いです。だってもうあの花園の試合前と試合と全然違いますからね、選手も。そうやね。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんね。ありがとう、ありがとう、助かりました。ありがとう、ありがとう、頑張って。お疲れ様。まだ花園来年頼むでいけるか期待してるから。はい、また来年跳ね返してくれ。はい、お疲れ様。どうぞ。おめでとうございます。ありがとうございます。東福岡ラグビー部の監督になってます。ふっしゃがよろしくお願いします。花園とは結局どういうものなのか一言というかちょっといただきたくて。花園とは、はい、聖地であって、はい、これを、ね、僕のスタッフそして選手たちが一番目指しているものなんで、でそして自分たちが一番成長させてもらえる、はい、もう大きな場所なんで、はい、そういう場所です。成長する場所ということで、まだ来年も期待します。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとう。嬉しいか。いや、よかった。いや、よかったっす。いや、感動したよ。また頑張ってね。はい、頑張ります。これ何持ってんの。これはボールです。いや素晴らしい。おめでとうね。ありがとう。あとそれか。いつも見てます。おめでとう。ありがとうございます。試合決定ね。頑張ってください。3年です。3年生か、はい、怪我したんか。そうです。そうか。でもよかった、入賞して。はい、おめでとう。ラグビー最高。ありがとうございます。お母さんおめでとうございます。まだ息子さんかっこよかったですね。また来年も頑張ってもらいたいな。あ、もう今2年生。あ、2年生です。お母さんにちゃんとハグしてちゃんとあれして。あ、いい。ありがとうございます。やったー。青春や。人生の、大事な1ページです。青春。人生。お兄ちゃんの羽根舞台。夢の舞台。五冠の青春、僕たちの夢の舞台、来年帰ってくるぞ。結婚相手です。来年は僕たちの夢や。勝つ場所、今年は俺らの主役や。今年高校日本代表になる森大吾です。僕たち厳しい戦いの場ですよね。俺だ。ラグビー好きですか。大好きです。ラグビー選手とか結婚したいです。あなたの最高だったぜ。スクラムが好きです。めっちゃ良かったです。めっちゃ良かったですか。ラグビー良かった。めっちゃ良かったです。ノッコンテラダ始まるぜ。かわいい。俺らが演出人になるぞ。負けてもうだけどどうやった。最高でした。ありがとうございました。子供を隣にするとこですよね。ラグビーとは俺たちの舞台。リーチマイルド、リーチマイルド、リーチマイルド、あ、リーチマイルドどこ行った。リーチ、リーチ、あれ、ちょ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 、なんでお前が胴上げされてんねん。おめでとう。